引っ張らを抱えて巡回か。私もう決めたの。どうもこんにちは、お手紙です。手紙？誰から？僕は配達するだけで、わかりません。ほら、面倒かけたな。いいえ、そんなことは。どうも、ぜひまたお役に立たせてくださいね。親愛なる友へ。釜山へ旅行に行ったそうね。ワイン祭りの間、あんまり無理をしちゃダメよ。あなたの年齢じゃ、激しい運動に体がついていきこないんだから気をつけてね。そういえば、偶然面白い情報を見つけたの。仲間の蔵書に目を通していたら、ボークレールのモロー教授に関する記述があった。ウィッチャーの変異の研究を行った人よ。私にも詳しいことは分からなくて、研究所の場所も謎のまま。でも彼の日誌には少なくともその両方に関する手がかりがあるはず。日誌は彼と一緒に墓所に埋葬されたと言われてる。たまたま手に取った本に挟まっていた地図を同封したわ。完全には判読できないけど、役には立つと思う。もしあなたがボークレールの女の子たちやワイン、それにプサンのごちそうの味見に飽きたら、この研究について調べてみたらどうかしら。あなたの親愛なる友、イェネファーより。ウィッチャーの変異に関する研究か。調べてみても良さそうだ。古代語で書かれている。救済はドルナーブでではなく、我らの心の中に。教授の日誌がなくなって、エリレンに栄光を。他の誰かもこの件を知ったんだろう。辺りを調べよう。何か見つかるかもしれん。狭く浅い足跡、小さくて軽い女性のものか。追ってみるとしよう。痕跡が途絶えた。墓荒らしは俺よりも情報を掴んだだろうか。教授に詳しく話を聞くわけにはいかなそうだ。うん、ここにはもう何もないようだ。イェネファーに送ってもらった地図みたいに。また墓碑にはエリレンとドルナーブで、すなわち9つの谷に関する記述もあった。
地図に記された地点は全て水の下だ。サンルトゥール川が流れている。9つの谷があった場所に違いない。探してみよう。何急いでんだ。ロージ、走れ。私は門の入り口を起動する何かをモローの墓で見つけたようだ。一筋縄ではいかない場所のようだな。釘が埋め込まれているのか。よくこんなことを思いつくな。
血まみれだ。登ろうとして傷を負い包帯を巻いたようだ。どうにか氷は避けられたようだな。当然だが閉まっている、うん、見つけたメモによれば4つの石が突き出しているようだ。どうにかして押さないと。石弓で狙ってみよう。悪くない。こういうのがあれば探索も楽になるんだが。悪くない。こういうのがあれば探索も楽になるんだが。面白い場所だ。誰かの熱心な設計によるものか。辺りを調べた方がいいな。
とモローの研究所があった場所だ。水晶、メガスコープ用のものだ。水晶が2つ欠けている。面白い機械だ。だがどうやって起動させる？この男は進んでここに来たのではなさそうだ。この水晶はここだろう。水晶をすべてはめた。さて見せてもらおうか。さて記録を選ぶとしよう。1102年、ユール18日、今日私は人生における大きな試みに着手する。私個人に関わる、いや、私と我が息子に関わる、これまでに取り組んでいかなるものよりも壮大で重要な計画だ。15年前、森で獣に襲われた時、あるウィッチャーが助けに現れ、命を救ってくれた。その救出の代価として、最終的に実の息子の運命を譲り渡すことになるとは思いもしなかった。私に時間を戻す技術があれば、それを使って一人息子をウィッチャーに差し出す代わりに自分が死んでいただろう。だが現実はそうはいかない。私はジェロームを奪われたその日に彼を取り戻すと誓ったのだ。今日、長年の調査と準備をもとに、ついに変異を観察する装置を作り出した。もし善良なる神々が少しでも恩恵を与えてくだされば、ジェロームの変異を取り除いて普通の生活を取り戻させる方法が見つかるだろう。つまり教授にウィッチャーの変異を強化する気はなかった。むしろ逆だ。そうなると俺が得るものはあるのだろうか。観察記録22、有害物質を過剰に通常よりかなり多く投与したにもかかわらず、被験者は過剰摂取の症状を示さなかった。これは変異の効果であると考える。つまりは小さな成功だ。この変異でジェロームは毒物への耐性を上げられるはずだ。観察記録30、変異は一度に起きるわけでも、時間の経過によって徐々に起きるわけでもない。変異を完了させるには適切な変異誘発剤が継続的に投与される必要がある。被験者はそれに耐えられないが、変異の毒性を軽減する方法を見つけた。変異誘発剤の機材に変異した巨大ムカデの卵から取った卵白を加える。ガラスの飼育器で保管すると卵は成長せず孵化しない。卵自体の見た目も特徴的で、変異した卵は発光し輝きを放つ。卵白の使用によって重大な副作用が起きないことを願うだけだ。
いずれにせよ時間が経てばはっきりするだろう。観察記録58。時として失敗は成功への触媒となる。特定の材料を追加することで、ある種の変異誘発剤を別の種に変化させられる手法を発見した。これは科学にとって偉大なる一歩だ。さらに、本日の変異誘発剤の投与によって、被験者が命を落とす様子を観察した。だがその後、彼は突然目を開き、意識が回復した。完全にではないが、彼は生死の境からの復活を遂げたのだ。これが変異に起因するのか、それとも純粋な偶然なのかは確定できない。さらなる実験を行わなくては。長年にわたる実験、研究、犠牲は全て無駄になった。目標を達成できなかったんだ。被験者に施した変異はどれもジェロームには効果がなかった。あいつのウィッチャー化を治療し、普通の生活を取り戻させようとする努力は、あいつの変異を悪化させ、速さと力をさらに増幅し、より一層非人間的にしただけだった。息子は永久にウィッチャーのままでいるしかない。ここを捨てて我が家へ、リディアのもとへ帰ろう。まだ迎え入れてくれるといいのだが。製法と変異誘発剤はここに置いていく。この場所とともに朽ちるがいい。息子を取り戻す私の夢のように。教授は息子から変異を取り除きたかったわけか。結果失敗に終わったようだが、俺にとっては幸いだ。彼の失敗から得るものがありそうだな。水晶の記録か。教授はウィッチャーの変異による効果を中和しようとした。だがそれを増幅しただけだった。教授が変異誘発剤の機材に使った巨大ムカデの卵白を探さなければ。
んでここに来たのではなさそうだ。教授の変異がどうやら果たして俺にも彼の息子と同じように作用するか確かめようとしよう。門の動力源か。動いてないようだな。インで再稼働させられるか。